はい、テールドバイクシリア続きからやっていきたいと思います。前回ここでセーブしてなんか動いてるよっていうね、化石が動いてるよって、絶対ボス戦だよね。何ここ不思議な場所。音が大きくなったり小さくなったりしてる。気をつけろ。持ってた数十倍気持ち悪いんですけど、敵こいつ額に精霊の化石を持ってる。この魔物精霊の化石を取り込んで自分のエネルギーにしてるのかも。解決してる場合じゃないでしょ。はぁ、まだだよ。ガネ、はぁ、はぁ、飛べ、まだいい。あ、でも9000か。これが効くから意外といけると思う。いって、やばい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 。レイヤー、乗っかった。かけっこなら負けないよ。頼んだよ、任せて。レイヤー、ふざけろ。言語からいいよ。飛べ、よし、行かないよ。よし、ナイス防御。私、あ、ダメだった。ちょっと待って、アイテム使おう。レモン組。おい、あとどんなもん。あと1600。あかん。アップル。何それ痛い。ちょっと待って、痛い。どうしよう。レイズデッドできるとはいえ、ちょっと待って、ありがとう。よし、なんとかなった。いい感じだ。やった、今のうちに精霊の化石を。待って、僕が。私だってできるよ。え、やった、よかったよかった。ほら、レイヤー危ない。柔道レイヤー。それつけっぱできたんだ。これ以上好き勝手をさせるつもりはないぞ。いや、ちょっと待ってよ。もう一回戦うってこと？そういうことですか？そういうことですよね。はい。ちょっと待ってよ。困ったな。とりあえずアイテムで、あれもアップル組がもうないよ。これってさ、戦闘中に 5% アップする。これ食べとくか。で、ファーストエイドを使って、あ、違う、待ってよ、違う、
そういうことじゃなくて、ファーストエイド、ファーストエイド行こうか。うわ、もう一回か。そっか、弱いなと思ったんだよ。22,000 めっちゃ上取るやん。はあ？当たれ当たれ当たれ、よし当たれ。ちょっと待って、 HP がヤバすぎる。これなんかあれだな、すぐ死んじゃう。ごめんなさい、本当。今どうなの？あ、でも意外とミラーがいい仕事してる。はい。見たい。いやでもいけるいけるって。ちょっと待ってよ。こうして。お願い。勝てた。ミラの助けがなかったら危なかったね。うん、いい感じだ。まだまだ強くなるんだから。壁を越えたな。いや、回復が助かったね、ほんと。ファーストエイドしまくってくれたもんね。ありがてえ。ミラー、使えたんだね。医療人テクス。ミラー、まったく。よくもこんなものを考えてくれたな。ミラー、痛みはどう？想像以上ではないが、なかなか答える。ごめん、私がどじったから。だがおかげで精霊の化石を手にできた。むしろ礼を言いたい。ありがとう、レイヤ。ミラ、町に帰ろう。僕は車椅子を。よかった、壊れてないみたいだ。これからミラが使命を果たすためには、まだ誰かの支えがきっと必要になる。僕のなすべきことは、うん、すまないが、こうしているのも限界のようだ。ミラ、大丈夫？眠っただけだよ。ジュード、帰りは私がミラの車椅子を押すから。あ、うん。どうしたの一体？だってさ、ミラすごいんだもん。うん？急に意味がわからないよ。いいでしょ、ただ私もミラみたいになれたらなって思ったの。
いい流れなんだけどさ、大丈夫？お父さん問題揉めない？この後。私不安です。え、ちょっと待ってよ。え、帰り一瞬じゃない？え、一瞬で帰れないの？うわ、そう、徒歩で帰るのね。できるだけ戦わずに行こうね。もうアイテムが本当にないから。そうなのよ。マジでアイテムがないのよ。全然連打できないんだけど、どうした今日。どうしよう。できるだけ敵を無視したい。帰るにはこうでしょ。だからこっちから行けばいいのか。敵のいないところ、いないところ行こう。こいつはね、簡単に無視できるから。バイビー。走るの早いけどね、あいつね。でもね、あ、このところで、まあいいか。戻ろ、とりあえず街へ戻ろ。合ってるよね。合ってる合ってる。で、アイテムね、まあまあいいですよ。いいの？装備品の可能性もあるんだけどね。そうだよな、装備品だったら結構私絶望するよな。もう買うお金ないからな。いやー、何これ、こっちだった道、変な道から来ちゃった。あの戦闘後にこれやってると思うと柔道くんって体力あるよね。はい、嫌だよ。嫌だよ。また二人なんだから。で、こうねやろう。こうねやろう。よし、いける。私も負けられる。風が強い。1700はえぐいね。よし、いける。私も負けられる。よし、ちょっと待ってよ。一旦リリアルオーブちょっといじろうか。称号を手に入れました。ワンちゃん後ろから行けそうじゃない？ウェーイ。はい。戦いは好きじゃないけど。もう戦い好きな人っている？いるか。いるよね。テイルズによってはいるもんね、そういう人もね。やっと戻ってこれてよ。はあ、帰ろ帰ろ。絶対お父さんになんか言われる。言われたら無視しようね。あ、なんか言ってる。あ、待って、ここか。ここがあるの忘れたわ。なんか言われたら、なんか言ってるぐらいにね。無視するの一番ですから。まあそういうわけにもいかないよな、16分もな。何この鶏、唐揚げにしてやろうかって。気がついた。よかった。
柔道。どこか怪我はない？鉱山に行ったのよね。どうして黙って行ったの？母さん、ごめん。柔道。うわ、ちょっと。二人に何かあったらどうするつもりだった？最悪の事態を考えなかったのか？できることをしないなんて、僕は父さんと一緒じゃないから。お前は。もう許してやってほしい。柔道はやり遂げたのだから。立てるのか？二人のおかげだ。無理しちゃダメだよ。もう早く座って。うん。あなた。うん。レイヤ、すぐに治療院へ行きなさい。はーい。さてと、しばらくはリハビリだね。うん、世話になるな、レイヤ。全然オッケー、任せてよ。柔道、痛むのか？うん、大丈夫。むずいよね。なんかお父さんの気持ちもわかるよ、わかるけどさみたいな。お母さんぐらいのリアクションが私は一番好きだな、やっぱり。むずいな。別にお父さん間違ったことはしてないからな。そこなんだよな。はい、アイテム買いたいな。3週間後。まあそうだよね、リハビリ期間を考えたらそんなもんよね。風が吹く時期なんだね。けどミラがこんなに早く退院できるなんて、王先生もびっくりしたんじゃないかな。知らないよ、父さんとは全然話してないし。彼女は支度が済み次第来る。こんなものが届いた。何？何これ、手配書？ああ。指名手配までされていたとは。別に迷惑かけてないでしょ。何をした？文面を見る限り何かを強奪したとも読めるが。奪った？イバルにあの時渡してた何か、ひょっとして。イバル？なんでもないよ。それで何？ミラに文句が言いたいの？父さんはミラが嫌いみたいだし。やはりお前は子供だ。彼女のことを分かっていない。彼女はミラ。心配は無用だ。うん、いい風が吹いているじゃないか。散歩でも楽しもう。そうだね、買いたいねでも行こっか。ゆっくりね。彼女は何があろうと自らの力で歩く。なぜかわかるか、柔道。え、大丈夫なの？退院とか事変ではないんじゃないの？
なんだ？あれ、このハットって違うかな？あれ？これは。そんな、今になって。何？なんか また面倒ごと？いやね、なんかもう。でも歩けてはいるよね。さっきの手配書、何したの？イルファンで会ったんだよね、ミラとは。何か関係あるの？ミラ、ナシュガル軍の兵器を壊そうとしたんだ。ジンっていうものが使われてるから、それから世界を守るのが自分の使命だって。ジン、え、住宅、え、最高なんだけど。エリーズ、どうしてここに？ね、かわいい。お見舞いに参りました。あ、最高。え、ちょっと待って、最高なんだけど。しかし、もう歩かれているとは。どうめ、あなたを待っていた私は。あ、ジュードたちのおかげだ。どうえ、お久しぶりですね、ジュードさん。はじめまして、ローエンと申します。あ、どうも。え、最高最高。医療人テクスというのですか。これでこのわずかな期間に。ねえ、ローエ、しばらくこっちにいるの？ドロッセルお嬢様からしばらく休むよう言いつけられました。エリーゼさんがミラさんに会いたいとあまりにもされるもので。僕たちのせいじゃないぞ。この頃ローエ君がぼーっとしてたからじゃないか。らしくないな。いえいえ、私も悩みはいっぱいありますよ。少し私も考えるところがありましてね。ゆっくりと話を聞いてやりたいところだが。僕たち、明日にでもルロンドを立つつもりなんだ。ジュード、君は。いい加減わかるよ。みんなで行こう。そんな病み上がりの体で、イルファンに一体何があるのですか？クルスニクの槍と名付けられた兵器だ。あれだけは。あれがある限り、精霊も人も破滅へと向かってしまう。ラシュガルの王様が作ったんですか？イルファンを目指す、それはガンダラ要塞へ向かうということです。あなたをあんな目に遭わせたあの場所、ミラさん、恐ろしくはないんですか？そうだな。私にとって恐怖があるとするならば、それは使命を果たそうとする志の火が消えることだけだ。なんでミラ君がそんなに頑張んないといけないのさ。私はマクスウェルだからな。世界を守る義務がある。マクスウェルですと？精霊の？ミラが？ミラ本当に？アングリーアングリー。でもそんなこと関係ないよね。ミラはミラなんだから。じゃあ外で話し込んでないで戻ろっか。あ、そうしよう。
どうした、ローエン。あ、いない。てっきりもうローエンいるかなと思って、ふーっと思ったけど、さすがに。てか、そうよ、まだなんか家でも問題がありそうよ、まだ。なんかさっきの鳩、どこに戻るの？思ったんだけど。おぉ、医学、自然科学、歴史、文学。なかなか面白そうな本が揃っている。ミラは本好きだね。人間は記述したがる生き物だ。世界のこと、他人のこと、自分自身のこと、人の世を知るのに書物は最適だよ。本を読んで勉強してるんだね。精霊の主って世界中のことが一瞬でわかる力を持ってるイメージだったけど、人間が思い描く完全存在の典型パターンだな。人は完全な絶対者に憧れやすい。時にそれに自らの存在の意義すら捧げてしまうほどにな。完全存在など人間が自覚した己の不完全さを反転させたものに過ぎないのに。そうかもしれないね。と以前読んだ本に書いてあった。おや、興味深い手書きの本があるぞ。ジュード・マティス成長記録。え、それは、なぜか夜尿症の原因と対処という本と並んでいるな。のんびり読書してる場合じゃないよ。行こう、ミラ。あ、なになに、ちょっと今のかわいい。今のやりとりかわいい。でもこんな読んでる場合じゃないよね、確かにね。宿に行けばいいのかな。もう ここにはかん、いらない、いらないっていうか、あ、どうしたの。あ、屋根から落ちた人大丈夫。あ、これ以上私を怒らせるな。だって怒らせまーす。ちょっとだけもうお父さん苦手だわ、ごめんね。いい人なんだと思うけど、なんかちょっとねって感じ。ここでいいの？え？部屋空いてないんですって言われたのよ。え、待って、これはマジで買っといた方がいい。それこっちでもいいわ。60% オフだし。これマジ神。え、これ欲しい。13セントはでかくない？さすがに買えんな、高えな。え、何、部屋に行くんじゃないの。なんか知らないおじさんいた、怖っ。え？わ、なんか依頼しようって言ってきた。無視しよう。自分でやなさいって。すごいね。それ、下ろしたらいいんじゃない？背中に背負ってるもの。ねえ。あれ？ここでもなかった。でも行ける場所ってもないですよ。え？柔道？家でもない。あなたか？犬かわいい。でも宿でもないってなるとさ、もう行けるとこ結構限られてくるけど。装備品とか買いたいな。でも今2人しかいない状態でしょ。買ってもなっていう、とこだよね。あ、現在出航の予定はありません。ストーリー進めないといけないということよね。あ、待って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 。
大量購入します。ミックスも買いたいよ、ミックスも買いたいけど、それは我慢して。はい、よし。いっそこっちから出ちゃう？絶対違うよね。絶対違うよね。あれ？違う、この街がさ、入れるとこが少なすぎるんよ。なんか自宅にさ、ジュード君のお家とかあればね、お家じゃないわ、部屋、あ、何？こんなところにそんなものあっていいの？大丈夫？ベッド調べるとかそういうこと？特に関係はないね。うん、だってここも資料室だから関係ないでしょ？あれ？え、どこだ？何、お父さんが悪いの？お父さん関係ないんよな。お母さんどこ行った？なんか読めた。お母さんいらっしゃらないもんね。あ、いたわ。ごめんなさい、いたわ。あ、できました。お母さん見えてなかった、ごめん。準備はできたの？うん、なんとか。夜になって突然明日立つなんて言い出すからびっくりしたわ。ごめん、柔道が決めたならいいのよ。お母さん、父さんはまだカンカンよ。そう。さて、もう行こうと思うがいいか？え、まだ船が出る時間じゃないよ。わざわざ見舞いに来てくれたんだ。出発前にローエンとエリーゼに挨拶しておくべきだろ。うん、そうだね。なるほど。どこにいるの、ローエン？ローエン絶対ここでしょ。いたいた、かわいい。部屋開いてなかったよね、大丈夫だったの？おはよう。おはようございます。すまない。ミラさん、本当に行くのですか？ああ、私には使命を果たす責任がある。責任ですか？あなたは強く気高い。しかしそれが私の古い傷跡をえぐるようです。どうや？クレイン様にこの国を救ってほしいと託され、私は悩んでしまった。今の私にできることがあるのだろうか、ナハティガルを止められるだろうかと。ガンダラ要塞での様子だと二人は知り合いみたいだったけど。友人です、とても古くからの。友と戦えるのか、それがお前の悩みか？へえ、友達と喧嘩しなきゃいけないの？決断に必要なのは時間や状況ではない、お前の意志だ。私たちと共に行かないか、ロエン。ミラさん、悩むのもいい。だが人間の一生は短い、時間は貴重なものだろ。なら悩みながらでも進んでみてはどうだ。人とはそういうものなんだろ。ロエン、そうしてみたら？僕も心強いし。
確かにジジイの時間はとても貴重、立ち止まってはもったいないですね。じゃあ、はい、ぜひ同行させてください。私も一緒に行くです。ダメだよ、エリーゼはドロセルさんのところへ帰るんだ。エリーゼさん、お嬢様にお伝えください、ローエンはイルファンに向かいますと。でも、ね、行こうよ一緒に。サマンガン海底に知り合いの者がいます。すぐに呼び寄せましょう。カラハシャールでしょ、一緒に行かないの？私に考えがあります、任せてもらえませんか？そっか、それじゃあ船に乗るまでだけど一緒にいようね。ひどいぞ、重力。難しいなぁ、なんかそのねえ、黙って出発したらレイヤー怒るよね。挨拶だけはしていこう。レイヤーどこにいんの？ねえ、ああローエンが一番上にいる、ありがたい。とてもありがたいです。ちょっと次回からの戦闘がさっきまでよりはちょっとマシに進めるんじゃないかなっていう気がしますね、よし、ということでですね、今回一旦この辺で終わりましょう。はい、バイバイ。